さてここからは健康エイジングのトータルサポートファンクフィジオフィジカルセラピーと大橋小雪がお送りする健康チャンネルです。このコーナーは人と地球と健康のためにマンダ発行ニューヨークで暮らすための生活情報ニューヨーク便利帳の提供でお送りします。というわけでですね、今週もボイストレーナーの島田彩先生、そしてファンクフィジオの代表の高田洋平さんにお越しいただいてます。お二方今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前回ですね、腹式呼吸のお話ということで、彩さんの方からですね、下っ端に力を入れるとか丹田みたいなお話があったんですが、ここでちょっと高田先生の方からいろいろお話があるということなんですが、どういった感じになってますか？あ、すいません、ちょっと彩先生の方で軽く前回の話をまとめてもらうといいんですけど、僕はどうしてもちょっとこう一言言い忘れてしまったので、申し訳ない、もう一回やらせてくださいということで伸ばしてしまいました。何回でも大丈夫です、お願いします。私がその支えのことについて話していいですか？すいません、もう一回ちょっとレビューという形で。はい、この呼吸をするというふうなことのつながりで、支えというふうなことがよく言われるんですけれども、これ私も、大学の時とかでいろいろな先生から支えについてこう話を聞きました。これ支えというのは丹田とも言われるんですけど、おへその下のところに力を入れるとか、そういうふうな話なんですね。で、合唱でもよく言われることなんです。でも私の友達がやはり外国ヨーロッパとかで講習会を受けてプロの先生から教えを受けていた友達が、なんとその先生が、日本語で支えというものはやめてください、でその周りの言葉は例えばドイツ語とかフランス語とかだったと思うんですけれども、その支えだけは日本語で話されたんです。支えというものはやめてください。だからつまり日本人の言っている支えというのは、その有名な歌手の先生も知っている、その言葉を知っているぐらいで、ぜひやめてほしいということだということ思います。そしてさっき の体幹というものは、どこかに力を入れるからできるのではなくて、体の全体的な使い方と、それと呼吸からできてくるものだと私は思います。はい、ということで高田先生いかがでしょうか？はい、ありがとうございます。いや、もうここでちょっと一言述べなければ僕はこの道で生きている資格はないなと思ったので、ちょっとおしゃべりをさせていただきますけど、まさしくそうでですね、よくパフォーマンスですね、それがスポーツだろうが楽器を吹いてる時だろうが歌を歌ってる時なんですけれども、よく下っ腹に力を入れてとか支えを利かしてとか足をしっかり踏み込んでとかいう方多いんですけど、あれもやめてほしいんですよね。っていうのは、何かのパフォーマンスをしているときに意図的にどっかに力を入れるっていうのは非常に、パフォーマンスを落とすことなんですよ。なんでやはりこうパフォーマンスが高い人っていうのは、体幹を、うまくちゃんと使えてるっていうか、ちゃんと体幹を保ちながら、でもその中で最大限のリラックスをしながらパフォーマンスをしているんですよね。なので意図的に、じゃあこのお腹の下っ腹に力を入れてっていう時点で自然な流れの動きっていうのも切ってるんですよ。なんでパフォーマンス中には絶対やめた方がいいんです。それができない理由を探して、リラックスした状態でできるようにトレーニングしていった方がいいんですよね。だから例えば練習中とか、なんかその下っ腹がどうしても筋力が弱いっていうんであれば、それを良くするエクササイズとしてそういうトレーニングするのは全然構わないと思うんですよ。ただパフォーマンスをしているときに、じゃあ足を踏ん張ってとか下っ腹に力を入れてっていうのは余計な力しかないので、それは気をつけた方がいいと思うんですね。で、僕も結構そのスポーツをやってきたので、そういう教え方をされることが多々あったんですよ。やっぱりこう野球とかでも構えてるときに、ね、お腹に力入れてしっかりしてとか言われることもあったんですけど、それはね、非常に良くないことで、やっぱり自由な動きを止めてしまうっていうのは、人間のその動作的に非常に
なんていうんですかね、不自然なことなんですよね。なので、まあ、その先ほど言った先生が言ったように、支えっていうのを忘れた方がいいです。支えられないんだったら、支えるなれない何かがあるんですよね。その力を入れないと支えられないっていうのは基本的に間違ってると思って構わないので、それをちゃんとトレーニングとして、できるようになって、それはパフォーマンスに集中するって言った方が僕は正しいと思っています。これでも自力だとなかなか難しいですよね。気がつくとどこかを支えてしまってる、力が入ってしまってる。で、おそらく私自身もどこかに力入ってる感じはするんですが、入ってる自分に気づいてないんだと思うんですよ。そうですね。なんか多分その支えっていうのがいい意味でも悪い意味でもこう使われると思うんですけど、多分お腹の支えとかなんかわからないけれどもいい意味で使われることがあるんですけど、これ首の肩の支えとか言ったら、要するに肩こりじゃないですか。肩をこうグッと支えてあげているって、こう肩を張ってたりとか、これも支えなんですよね。英語で言うとホールディングみたいな形なんですけど、なんかをこうでホールドしてないと支えられてないっていうのはやっぱり不自然なことで、それが何かの原因でそうならないといけないと脳が判断してるんですよね。なのでそういったものはやっぱりその先ほどこう、ね、おっしゃったように原因を探って、ちゃんとそれを、じゃあなんでそうなってるかっていうのを判断して、直していきながらパフォーマンスを上げていった方が良いと思います。やっぱりフィジカルセラピストの方に相談をするとか、専門家の方に相談するとかっていう方法。そうですね、はい。フィジカルセラピストの人でも、僕もこういう考えにたどり着いたので、もうなんだかんだ言ってこの最近なんですよね。なんで初めはね、僕も学校出たての頃っていうのはいろいろ考え方が今と違ったことがあったりとかして、体幹弱いんだったらそれこそね、お腹周り鍛えればいいみたいな考えの方もいるので、別に職業が何だっていうことではないと思うんですよ。例えばそれがね、フィジカルセラピーだろうが整体師さんだろうがトレーナーだろうが、そういう考えをちゃんと理解して、見れる人であればいいと思うんですよ。逆に、お医者さんだから分かるとかフィジカルセラピストだから分かるってことで全くないです。逆に本当に僕も5年前までは全く今と考え方が違って、もう本当一般的なことしか言えなかったんですよね。それこそ丹田に力入れてみたいなね、なんかそんなことを言ってた自分もいるので、だからそれは職業がっていうよりもその人がちゃんとそういうことを理解して、いるかどうか、だと思います。あや先生のその支えっていう話を受けて、高田先生から今みたいな話がありましたが、あや先生今の話を聞いていかがですか？私も全くそうだと思います。やっぱり支えとかそういう風なものを、使っていて、じゃあその使っている力が果たしていくつまで使えるんだろうっていう風なところってものすごい疑問なんですね。で、歌というのは私もスポーツのようなものだと思っているんですけれども、それもすごく年齢的に幅広く行わなければならないスポーツだと思っているんです。で、私目指しているのが私が大学生の時に80で合唱のソリストとしてやってきたアグネス・キーペルという歌手の人がいらっしゃるんですけれども、その方がもう体が80歳ですから大きな声は出なくても響きだけがものすごいの腰が振るような声で歌っていたというふうな印象があり、だから私はやっぱり一生かけて歌えないと違うんだと思うんですね。じゃあその力を入れてやっていけるのは本当に30代までやっていけるかなと思うんです。だからそういうふうなことでやってる歌手はどんどん捨てられてしまうんですよ、クラシックだと。そうじゃなくてちゃんと体を使って40代50代も無事に歌える歌手であった方がいいし、一生星が降るような声で歌えるような歌手であった方がいいと思います。
そのためには使えない筋肉というのはもう早々捨てた方が、使えない筋肉というよりも使えないような体の使い方は早々に捨てた方がいいと思います。なんかお二人の話聞いて私も本当いろいろ改めていかなきゃいけないななんて考えさせられましたけど、高田先生今回のお話いかがでしたか？いろいろお話いただきましたが、はい、すごく参考になるお話だと思います。で最後におっしゃったように30代とかぐらいまでは力ずくで結構何でもいけてしまうんですよ。それも歌もそうですし、例えばスポーツでも意外とその力ずくでなんとなくパフォーマンスでいけるんですけど、結局ガタが来るんですよね、ちゃんと使えてないと。だからやっぱり長いスパンで見た時にちゃんと体を使えている、そういった体をちゃんと手に入れるっていうのは非常に大切で、別にいつだったから遅いとかはないんですけれども、やっぱりそういった体をちゃんと求めていくような、からなんですかね、トレーニングをしていく。でそのトレーニングをちゃんと分かってる人に指導してもらって、やっていくと、なんですかね、こう長いスパンでちゃんとした形で体を使えて、パフォーマンスを常にどんだけ年を重ねても向上できるっていう方向に走れると思うんで、これを、ね、いろんな人がもう早い時点で気づいてほしいなと私は思いますね。ということで今日はですね、先週の続きという形で下腹に力を入れてとか丹田とか支えとかっていうお話をしていただきました。ということで先週に続きまして今週もですね、ボイストレーナーの島田彩先生、またファンクフィジオの高田洋平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。発酵食品で免疫力アップ、マンダ発酵の提供でお送りしました。気になる方はマンダ USA.com までホームページから無料お試しサンプルもやってます。以上、健康エイジングのトータルサポート、ファンクフィジオフィジカルセラピーと大橋小雪がお届けする健康チャンネルでした。DJ 小雪大橋、Here with New York Life, sponsored by Luna Media.